皆様こんばんは、アイルーチャンネルの時間です。本日のテーマはクロワッサン、ゲストはこのお二人です。どうも、動画の音が消えてたので BGM 挿入しました。どうも、挿入って響きがエッチやん。というわけで今回は話したいことが山ほどありますが、まずはクロワッサンの固有特性についてお話ししていきましょう。固有特性って言うとかっこいいね。実際固有の特性だし。結論から言うとクロワッサンはレジェンドクッキーの特性を半分持ってるんだよね。というのもペットがレジェンドレアの歯車なら、クロワッサンにスーパー磁力が発生するんだ。スーパー磁力というとレジェンドクッキーが標準装備してる、ニジクマとかの羽根付きゼリーも磁力で引き寄せられるという、宝物のコンパスを使用することでも発生させられるというあの。そうだね、注意するべきは常時発動ってわけじゃなく、能力発動とかの磁力発生時にその磁力が強化されるってだけなこと。ちなみに磁石アイテムを取った場合は磁力がペットから発生するので、スーパー磁力にはならないよ。そんなスーパー磁力をクロワッサンも得ることができるのね。スーパーレアの歯車だと得られないから、レジェンドペットの影響を受けてるってことかな。でもマグペニとかはスーパー磁力じゃないから、レジェンドペットにはそういう特性はないんだぜ。そう、レジェンドの歯車と合わせることで、クロワッサンがレジェンド化すると見る方が合ってるかも。じゃあなんでクロワッサンがレジェンド化するのかについては、過去のイベントストーリーを再生リストにまとめてるので見てください。クロワッサン関連のイベントは時空とか時間イベントって呼ばれてて、過去2回行われてるんだぜ。1回目はタイムキーパーを広めが主役で、2回目はクロワッサンが主役なのかなと思ってる。っていうか印象度合いが強いのがそうだっただけだね。クッキーランは常にみんな主役なのさ。というわけで編成の話になるけど、このステージはニジクマを引き寄せたいからコンパスが欲しくなるけど、ランキング見てもわかるけどコンパス使われてないんだよな。これはもう単純にコンパスのスコアが時代に置いていかれたんだと思う。あとはコンパスなくてもニジクマ取れるクッキーが多いだけかも。というわけでクロワッサンもレジェンド歯車と組むことでコンパス不要でいけるってわけ。バトン後もレジェンドにすることで完璧。そんで最近 VTuber にハマってるんだけど、みんなは知ってる、大型新人がデビューしたとかって話。それはそれでおめでたいことだけど、昨今のネットではおめでたい異様がなされると、それまで頑張ってた他の人が謎に叩かれる風潮があるんだよ。今回はそのアホらしさを分かってほしいと思いまして。今回のキーポイントは同説煽りだね。万を超える視聴者を抱える配信者は、この同説しか見てない人たちのおもちゃにされがちだよ。中には本当に同説多い時しか見ないとかいう謎の判断してる人もいたりして、オタクの中の現代病と言えるんじゃないかな。それでここから話すことは一般的なことじゃなくて、まとめサイトでまとめられるような極譜のスレの話で、絶対に影響されないでほしい。ものすごく終わってる人たちの身内乗りの話だからね。そう、普通に考えて同説、つまりリアルタイムで見てくれてる視聴者なんて、何の指標にもならないんだよね。配信者によってスタイル違うし視聴者層も違うし、多分多くの配信者はいつも見てくれてる人に感謝してて、さらに多くの人が見に来てくれないかなくらいしか考えてない。今思うと VTuber をただの絵だとバカにする風潮も、自分も絵にするだけで何が変わるんだとか思ってたけど、実際に見てみると利点とかも分かったし、流行ってることが何よりの証左だし。そういういろいろとすぐバカにするノリが最近のネットにはあるじゃん。なんならボカロも気持ち悪い声だって叩かれてた時期あるからね。でもそういうのって一部だけで、すぐ時代の波に飲まれたじゃん。今回話したいことはまとめサイトの大悪度なんだけど、あれって一部の声を抽出して取り上げてるだけで、1000までレス伸びてても数人しか書き込んでないこともあるわけだよ。だからまとめサイトで大勢の人が叩いてたから、このコンテンツはゴミなんだとか、そういう価値観を持たないでほしい。ネットの書き込みって相手の顔見えないから、なんかかっこいい人が書き込んでるんじゃないかって思うけど、極譜に行き着くような人はアイルーみたいな終わってる人で。アイルーは極譜の乗り前から苦手だからあれだけど、ネタに走ってる人たちは面白いけど、そういう人たちとは分けて考えるべきで、自分も詳しくないけどビップとかナンジェイとかあるじゃん。そしてその中でもいい人悪い人がいるんだよ。彼らは自分たちの書き込みを便所の落書き、イコール目に留める価値もないうんこだと思ってるけど、もうそういう時代じゃないんだよね。匿名掲示板への書き込みだから、自分としては行き過ぎなければ自由があるべきだと思うけど、それを悪意を持って拡散するまとめサイトが嫌いだよ。自分も影響されてた時期あるから言えるんだけどね。何より社会への不平不満が溜まってると、そういうまとめサイトの記事に共感することもあると思う。そんな時思い返してほしいんだよ。終わってるオタクたちに便乗するのはロックか。で、オタク差別はしないけど、終わってるオタクは仲間じゃない。キャラやコンテンツを攻撃するオタクは害悪でしかないよ。とまあよくマスコミ叩いてる人いるけど、同じくらいまとめサイトも良くないと思うんだよね。もちろんいいまとめサイトもあるよね。名前は挙げないけどそれぞれ特色あっていいよね。でも VTuber 見てる側からすると、V 叩きたくて記事見る人が多いのか、炎上目的の記事多いからヘキヘキとしてるよ。みんなも見るのは自由だけど影響されないようにしようね。おすすめはまた変な記事まとめてらーって視点で見ること。それじゃあおつぶた。